市議会議員になります岸正明様、ありがとうございます。同じく市議会議員花田誠様、はい、おめでとうございます。続きまして加藤大志様、おはようございます。ありがとうございます。そして、菊池正助様、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。それでは、協力団体ご紹介します。協力団体の代表の方はですね、一歩前に出まして、タスキの方を重たいタスキをかけていただいて、最後までお付き合いいただきますようお願いいたします。それでは南郷から参ります。上町奉賛会様、続きまして長町みこし保存会様、続きまして下町みこし保存会様、続きまして茶屋町大神宮様、続きまして南郷かやこまむつみ様、続きまして南郷あらなみむつみ様、続きまして、続きまして新宴会様、続きまして実験坂みこし保存会様、小和田昭和会様、続きまして南佐野みこし保存会様、寺田縄三能会様、続きまして藤井大義様、続きまして龍宮会様、はい、城南新興会様、続きまして大鳥睦美様、続きまして新和会様、続きまして中海海神社様、続きまして鶴見でみこし愛好会様、続きまして南部名誉会様、浦賀西むつみ様、続きまして八代竜王神様、浅草天神会様、続きまして騎乗会様、
うち戻り親友会様。以上のご協力団体、27団体となります。本日はよろしくお願いいたします。それでは本日の都業の注意点など神社総代、加藤秀美よりご挨拶申し上げます。おはようございます。寒い中ありがとうございます。茅ヶ崎で一番最長という、ね、例大祭ですので、まあ、今日一日おかげさまで雨の予報、ね、雪の予報がなくなっていい天気になりました。で警察からですね、2、3点注意事項があります。まあ、本来ですと例大祭おみこしなんですけどもね、まあ、お酒は控えろというのが警察の意見なんですよ。でね、せっかくこの時期寒いですし、暖かい お酒入ったお茶とか缶のジュースみたいなのも用意してますけど、まあ、そういうお酒そういう感じのね、揉め事がないようにお願いします。これでもし一つのね、御霊神社が苦手で揉め事あると、これ以降のね、各神社の例大祭にね、また警察の方がいろいろね、上からのプレッシャーっていうのもありますでしょうから、あと神輿の時に関して、まあ、いつも通り回るとこ一緒です。一国出て、リハビリテーションに泊まって、あと、ダチル商店街さん、各ところに全部、とりあえず、アルコール度の薄い、お酒を用意して、で、みこし用意してるときにね、缶の、その、お酒とか、そういうのを持ちながらの歩きは、やめてください。ね、そのミキシオミキシオで飲んで、その場でまた次の場所までということ でどこまで皆さんの期待に応えられるものを出せるかどうかっていうのもあるんですけど、まあ出せるものは出します。でないものはないと。で終わったら次の劇中ではまた用意しますんで、ちょっと今日一日揉め事のないようにね、また来月入るとこれね、志望さんがあったり何があったりってこれから表でやりますよね。その一番大事なんで、ここで何かあっちゃいますとね、どの部落にも迷惑かけますんで、くれぐれもそれだけは一つ、まあ、自分の気持ちの中で抑えて楽しんでいってください。じゃあ今日一日よろしくお願いします。じゃあ乾杯してお出しします。いいですか。じゃあよろしくお願いします。乾杯。乾杯。